試合お疲れ様でした。今の試合を振り返って一言お願いします。自分たちよりも相手の方が走る量とかが多くて、失点も防げずに点も決めるんで悔しいなと。ありがとうございます。じゃあ最後に今大会を振り返って一言お願いします。チームとしては全敗になってしまったんですけど、個人個人しっかりといい経験になったと思うので、これからの活動に生かしていきたいです。応援ありがとうございました。ありがとうございました。